今ライセンスがなくて、まあ、結果を出したとしても昇格できないじゃないですか。でだからそういうところのモチベーション大変だねっていうこともよく言われますけど、まあもちろんそれはすごく一つのモチベーションとして大事だと思いますけど、まあ、やっぱりこう選手としてはまずそういう応援してくれる人と、まあ、今年に限ってはさらにコロナ禍の状況の中で、スタジアムに来ていただけるようになって、そういう人たちが、来てくれたり、アウェーにも来てくれたり、まあ、それだけでモチベーション保てる、ようになると思うので、まあ、そういった部分では、まあ、常にそういうものを意識しながら自分自身はやってますけどね。僕やっぱ自己中心的なとんでもない性格なんで、もう自分が思ってる感情そのまま出しちゃうんですよね、うん、でまあ正直僕が若い時もめちゃくちゃやりました。だからといって別に言ってるわけじゃなくて、で自分で思ってるんですけど、まあ、うん、ちょっと1割いれば10% ぐらい分かってくればいいかなと思って言ってるんで、そこになんかそれに変な自分も期待するのは特にやめました。今まではなんかそうやって自分が言ってなんかこう分かってくれたらいいなと思いましたけど、まあそういうのを考える分だけやっぱ僕自身もすごくなんかこうなんだろう疲れちゃうし、でもそれだからって言うのはやめたくないんで、だからそんな、 なんかこうあんまりこうなんだろう、こう自分の中でそれを考えて言うっていう時ももちろんありますけど、感情的な時はやっぱ多いですよ。だからやっぱみんなうるせえなと思ってるんだよ。沼津のコロスケは、あのコロスケいるじゃないですか、キテレツの。あの前僕の髪型がちょっとそれっぽかったんですよ。全然後ろにちょんまげとかないですよ。ここサイドを買っててここだけ残してて、そしたら今山口でレノファー山口で選手でいる竹岡優斗っていう選手、竹岡優斗選手がいるんですけど、その人が、その子が、おい、コロスケやんみたいな、その髪型コロスケやんってやって、もう沼津のコロスケやなみたいな感じになって、そこからです。なんか面白いからそれをつけてたんですけど、でも、多分結構いろんな、結構、沼津のコロスケって何なのって思ってる人結構いっぱいいると思うんですよね。だから、そういうことです。だから、その時だけなんで、しかもその髪型にしたの。それがあって、もうそろそろ沼津のコロスケ外してもいいかなっていうふうに思ったんで、うん、ゴンさんとテルさんまでああやってやれたらいいですけど、まあ、ただ僕の場合はお二人と違うのは、僕は代表で今まで経験してきたとか J リー J1 とかそういうところですごく偉大な成績残してきたとかそういうのないので、まあ、まずはそういう今現役を少しでも一日でも多くできるように、まあ、体のことも含め、選手として向上すること、向上ししっかり持ってやりたいなというふうに思ってますけど、なんで今だったらこの間紅葉を見に行きましたし、まあお墓参りとかが多いですかね、うん、だから基本的に外出ます絶対で散歩します、うん、寝ないようにしてます、あんまりこう大の日にこうなんですかね、遅くまで。私の初体験これなんですか。僕今年初めて台湾ラーメン食べたんですよね。で僕前からそういうのちょっと食べてみたくて、まあもちろん違う、そのなんていうんですかね、香辛料が結構好きで、そういう食べ物が台湾ラーメンちょっと気になってて、今年初めてそのたまたまそのお店でラーメン屋のお店でその台湾ラーメンやってるフェアで台湾ラーメン食べたんですよ。めちゃくちゃうまかったです。そうだから今めちゃくちゃハマってます。台湾ラーメン。はい。水野モリリアですね。去年から履き出して、もともとあんまこう水野さんのスパイク履いてなかったんですけど、ね、まずやっぱ足のフィット感
はもう盛り上がり抜群にいいです。僕の場合はこれ結構人によってタイプ分かれるんですけど、僕もパンパンのスパイク履くんですよ。もうきつめ、ちょっときつめなやつを、でそれでこう伸びて自分の足にフィットしてくるのがいいんで、なんでその革のスパイクで履くことが今までやっぱ多かったんですけど、それでやっぱ選ぶのが一番あれですかね。スパイク受け付けてます。サイズ26センチ、これメーカーによって違うんですけど、はい、スパイク受け付けてますから、ここまで送ってください。そしたらなんか僕からお返しはないと思うんですけどお願いします。そしたらそのスパイクちゃんと履きます。ちゃんと練習と試合で名前入れてもらっても構わないんで刺繍入りでお願いします。お客さんがこう入れる、観戦できるようになってから、本当にたくさんの方に来ていただいて、選手の力になりました。今までも皆さんのこう存在には本当にこう感謝の気持ちでいっぱいでしたけど、今シーズンはより、強く皆さんの存在をすごく感じて、そういう思いを持って、プレーしてきました。最終戦、富山とのホームゲーム最後になりますけど、一人でも多くの方に、スタジアムに足を運んでいただいて、必ず勝利して終わって、皆さんと一緒に喜んで、今シーズンを締めくくりたいと思います。最終戦も応援よろしくお願いします。全力アスル。